どうもありがとうございました。ね、どうでしたか、いや、もうめちゃめちゃ面白かった。面白かったというか、その興味深いことがやっぱりいっぱいあるんですね。もうなんどうですか、僕生きてるだけで結構人に迷惑かけてるんじゃないですか。いや、みんなそう思うじゃないですかと思うんですけど、これ自体を知らないですよね。そうですね、今日皆さん多分知らなかったことだらけだったんじゃないかな。でまずやっぱ本当にね、あの知ることが第一歩だっていう人が本当にそれあの身に染みました今日。武田さんでも結構知ってるじゃないですか。ある程度知ってる方だと思ったんです、ね、僕、うんうん、それでも知らないこといっぱいありました。そうですか。とはいえなんか これから、まあ、一人一人がやらなきゃというよりかはやってみたいっていうところで、そうなんですよ。武田さんはどういうところからチャレンジしていくの。俺だから本当言えば、だからそのいろんなあった中でも俺農薬ってのはやっぱりちょっとなんか衝撃受けたんだけど、俺どこをどうやって選ぼうかなと思った時にこれも知らないとできないでしょ。確かに。そうなんです。なのでこれをきっかけにちょっと調べてみようかなというふうに僕思いましたね。一人増えました。で何から買ったらいいか、どういうふうに自分がこの金でお金を使った時で誰が喜ぶかってやっぱ考えた方がいいですね。おっしゃる通りです。やっぱり見えないところで頑張ってる人もいるし、見えないところで、まあ、もしかしたら被害を受けてる人とか土地もありますからね。はい、いや嬉しいです、知っていただいて、ね、はい、ここから勉強したいなと思います。これからも勉強したいと思います、はい、ありがとうございました。